ジャックと豆の木。楠山正雄。昔々、イギリスの大昔、アルフレッド大王の御代のことでございます。ロンドンの都から遠く離れた田舎の小屋に、一人の母親が小さい息子のジャックと共に寂しく暮らしていました。かけがえのない一人息子ですし、それに、ずいぶんのんきで、ズボラで、怠け者でしたが、本当は気立ての優しい子でしたから、母親は、開けてもくれても、ジャック、ジャック、と言って、それこそ、目の中にでも入れてしまいたいくらいに可愛がって、何にも仕事はさせず、ただ遊ばせておきました。こんな風で怠け者の息子を抱えた上に、この母親はどういうものか運が悪くて、年々物が足りなくなるばかり。ある年の冬にはもう手回りの道具や衣類まで売って、手に入れたお金も手内職なんかして、わずかばかり稼ぎ貯めたお金もきれいに使ってしまって、とうとううちの中でどうにかお金になるものといっては、たった一匹の凝った目牛だけになってしまいました。そこである日、母親はジャックを呼んで、本当にお母さんは自分の体を半分持っていかれるほど辛いけれど、いよいよあの目牛を手放さなければならないことになったのだよ。お前、ご苦労だけれど、市場まで牛を連れて行って、いい人を見つけて、なるだけ高く売ってきておくれな。と、言いました。そこでジャックは、牛を引っ張って出かけました。しばらく歩いて行くと、向こうから、肉屋の親方がやってきました。これこれ、坊や。目牛なんか引っ張ってどこへ行くのだい?と親方は声をかけました。売りに行くんだよ、とジャックは答えました。ふーん、と親方は言いながら片手に持った帽子を振ってみせました。ガサガサ音がするので気がついて、ジャックが帽子の中をふと覗いてみますと、奇妙な形をした豆が袋の中からちらちら見えました。いやあ、綺麗な豆だな。そうジャックは思って、なんだかむやみとそれが欲しくなりました。その様子を相手の男はすぐと見つけてしまいました。そしてこの少し足りない子供をうまく引っ掛けてやろうと思って、わざと袋の口を開けてみせて、坊や、これが欲しいんだろう?と言いました。ジャックはそう言われて、大ニコニコになると、親方はもったいらしく首を振って、いけないいけない。こりゃ不思議な魔法の豆さ。どうしてただではあげられない。どうだ、その目牛と取り替えっこしようかね、と言いました。ジャックはその男の言うなりに、目牛と豆の袋と取り替えっこしました。そしてお互い、これはとんだ儲け物をしたと思って、ホクホクしながら別れました。ジャックは豆の袋を抱えて、家まで飛んで帰りました。家へ入るか入らないに、ジャックは、お母さん、今日は本当にうまくいったよ、と、いきなりそう言って、大得意で、牛と豆の取り替えっこした話をしました。ところが母親は、それを聞いて喜ぶどころか、ひどく叱りました。まあ、なんというバカなことをしてくれたのだね。本当に呆れてしまう。
こんなつまらないエンドウ豆の袋なんかに釣られて、大事な雌牛一匹元も子もなくしてしまうなんて。神様、まあこのバカな子をどうしましょう。母親はプンプン怒って、いまいましそうに窓の外へ袋の中の豆を残らず投げ捨ててしまいました。そしてつくづく情けなさそうにしくんしくん泣き出しました。きっと喜んでもらえると思っていると、生まれて初めてお母さんのこんなに怒った顔を見たので、ジャックはびっくりして自分も悲しくなりました。そして何にも食べるものがないので、お腹の空いたまま、その晩は早くからコロンと寝てしまいました。その明くる朝、ジャックは目を覚まして、もう夜が明けたのになんだか暗いなと思って、ふと窓の外を見ました。するとどうでしょう、昨日庭に投げ捨てた豆の種から芽が生えて、一晩のうちに太い丈夫そうな豆の大木が見上げるほど高く伸びて、それこそ庭いっぱいうっそうと茂っているではありませんか。びっくりして飛び起きてすぐと庭へ降りてみますと、どうして高いと言って豆の木は空の上までも伸びていました。鶴と鳩が絡み合って、それは空の中をどんと突き抜けて、まるで豆の木のはしごのようにしっかりと立っていました。あれを伝わっててっぺんまで登っていったら、一体どこまで行けるんだろう。そう思ってジャックはすぐとはしごを登り始めました。だんだん登っていくうち、ジャックの家はずん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 目の下で小さくなっていきました。そしていつの間にか見えなくなってしまいました。それでもまだてっぺんには来ていませんでした。ジャックは一体どこまで行くのかと思って、少し気味が悪くなりました。それでも一生懸命はしごにしがみついて登っていきました。あんまり高く登って目はくらむし、手も足もくたびれきって、もうしびれてふらふらになりかけた頃、やっとてっぺんに登りつきました。ジャックはその時まずそこらを見回しました。するとそこは不思議な国で、青々と茂った静かな森がありました。美しい花の咲いている草原もありました。水晶のようにきれいな水の流れている川もありました。こんな高い空の上にこんなきれいな国があろうとは思ってもいませんでしたから、ジャックはあっけに取られてただキョトンとしていました。いつの間にかふと赤い角頭巾をかぶった妙な顔のおばあさんがどこから出てきたか、ふと目の前に現れました。ジャックは不思議そうにこの妙な顔をしたおばあさんを見つめました。おばあさんはでも優しい声で言いました。そんなにびっくりしないでもいいのだよ。私はお前さんたち一家のものを守ってあげている魔女なのだけど、この五六年の間というものは悪い魔物のために魔法で縛られていて、お前さんたちを助けてあげることができなかったのさ。だが、やっと魔法が解けたから、これからは思いのままに助けてあげられるだろうよ。出し抜けにこんなことを言われて、ジャックはなおさらあっけに取られてしまいました。そのポカンとした顔を魔女は面白そうに眺めながら、その訳を詳しく話し出しました。それをかいつまんで言うと、まあこんなものでした。ここからそう遠くないところに
恐ろしい鬼の大男が住処にしているお城のような家がある。実はその鬼が昔、そのお城に住んでいたお前のお父さんを殺して、城と一緒にその持っていたお宝を残らず取ってしまったものだから、お前のうちはすっかり貧乏になってしまったのさ。そうしてお前も赤ちゃんの時からかわいそうにお前のお母さんの懐に抱かれたまま下界に落ちぶれて情けない暮らしをするようになったのだよ。だからもう一度その宝を取り返して悪いその鬼をひどい目に遭わしてやるのがお前の役目なのだよ。こういうふうに言い聞かされるとぐうたらなジャックの心もピンと張ってきました。知らないお父さんのことが懐かしくなって、どうしてもこの鬼を懲らしめて、かすめ取られた宝を取り返さなくてはならないと思いました。そう思って、とても勇ましい気になって、お腹の空いていることも、くたびれていることも、きれいに忘れてしまいました。そこで魔女にお礼を言って別れますと、早速、鬼の住んでいるお城に向かって、急いで行きました。やがてお日様が西に沈む頃、ジャックは、お城のように大きな家の前に来ました。まず、トントンと門を叩くと、中から目の一つしかない鬼のおかみさんが出てきました。気味の悪い顔に似合わず、鬼のおかみさんは、ジャックのひもじそうな様子を見て、かわいそうに思いました。それで、さも困ったように首を振って、いけないいけない、気の毒だけれど、止めてあげることはできないよ。ここは人食い鬼のうちだから、見つかると、晩のご飯の代わりにすぐ食べられてしまうからね。と、言いました。どうかおばさん、知れないようにして止めてくださいよ。僕、もうくたびれて、一足も歩けないんです。と、頼むように、ジャックは言いました。仕方のない子だね。じゃあ、今夜だけ、止めてあげるから、朝になったらすぐお帰りよ。こう言っている最中、にわかにずしんずしん、地響きするほど大きな足音が聞こえてきました。それは主人の人食い鬼がもう外から帰ってきたのです。鬼のおかみさんは大慌てに慌てて、ジャックを暖炉の中に隠してしまいました。鬼は部屋の中に入ると、いきなり、ふうと鼻を鳴らしながら、誰だってびっくりして震え上がるような大声で、うんうんうん、人間の匂いがするぞ、骨ごと引いてパンにしよう、と言いました。するとおかみさんが、いいえ、それはあなたが捕まえて土の牢に入れてある人たちの匂いでしょ、と言いました。けれど鬼の大男はまだキョロキョロそこらを見回して鼻をクンクンやっていました。でもどうしてもジャックを見つけることができませんでした。とうとう諦めて鬼は椅子の上に腰を下ろしました。そしてガツガツ、ガブガブ、食べたり飲んだりし始めました。そっとジャックが覗いてみていますと、それは後から後からいつおしまいになるかと思うほどかっこむので、ジャックは目ばかり丸くしていました。さて、たらふく食べて飲んだ挙句、おかみさんに、おい、鶏を連れてこい、と言いつけました。それは不思議な面取りでした。テーブルの上に乗せて鬼が、うめえと言いますと、すぐ金の卵を一つ産みました。鬼がまた、
埋め。と言いますと、また一つ金の卵を産みました。いやー、ずいぶん得な鶏だな。お父さんのお宝というのはきっとこれに違いない。と下からそっと眺めながら、ジャックはそう思いました。鬼は面白がって、後から後からいくつもいくつも金の卵を産ましているうち、お腹が張って眠たくなったと見えて、ぐすぐすと壁の動くほどすごい大いびきを立てながら、ぐっすり寝込んでしまいました。ジャックは鬼のすっかり眠ったのを見すまして、ちょうど鬼のおかみさんが台所へ行っている間に、そっと暖炉の中から抜け出しました。そしてテーブルの上の面取りをちょろり小脇に抱えて、スタコラお城を出て行きました。それからどん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 駆け出していって、豆の木のはしごのかかっているところまで来ると、スルスルと伝わって降りて、家へ帰りました。ジャックのお母さんは、息子が鬼か魔女にでも取られたのではないかと心配していますと、無事でひょっこり帰ってきたので、とても大騒ぎして喜びました。それからは、ジャックの持って帰った金の卵を産む鶏のおかげで、親子はお金持ちにもなりましたし、幸せにもなりました。しばらくすると、ジャックはまた、もう一度空の上のお城に行ってみたくなりました。そこで今度は、前と違う格好をして、ある日、豆の木のはしごをまたスルスルと登っていきました。鬼のお城に行って門を叩くと、鬼のおかみさんが出てきました。ジャックがまた悲しそうに、止めてもらいたいと言って頼みますと、おかみさんはまさかジャックとは気がつかないようでしたが、それでも手を振って、いけないいけない、この前もお前と同じような貧乏たらしい子供を止めて主人の大事な鶏を持っていかれた。それからは毎晩そのことを言い出して私が叱られているじゃないか。またもあんなひどい目に遭うのはこりごりだよ、と言いました。それでもジャックはしつこく頼んで、とうとう中へ入れてもらいました。するうち大男が帰ってきて、またそこらをくんくん嗅いで回りましたが、ジャックは赤金の箱の中に隠れているので、どうしても見つかりませんでした。大男はこの前と同じように晩ご飯をたらふく食べた後、今度は金の卵を産む鶏の代わりに、金や銀のお宝のたくさん詰まった袋を出させて、それをざーっとテーブルの上に開けて、一枚一枚数えてみて、それからおはじきでもして遊ぶように、それをチャラチャラ言わせて散々遊んでいましたが、一通り楽しむと、また袋の中にしまって紐を固く締めました。そして天井に響くほどの大あくびを一つして、それなりぐーぐー大いびきで寝てしまいました。そこで今度もジャックはそろりそろり赤金の箱から這い出して、金と銀のお宝のいっぱい詰まった袋を両方の腕にしっかり抱えるが早いか、さっさと逃げ出していきました。ところが、この袋の番人に一匹の子犬がつけてあったので、そいつが途端にキャンキャン吠え出しました。ジャックは今度こそダメだと思いました。それでも大男はとてもよく寝入っていて、目を覚ましませんでした。ジャックは夢中で後も見ずにどん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 かけていって、とうとう豆の木のはしごに行き着きました。さて、鶏と違って今度は重たい金と銀の袋を運ぶのに骨が折れました。それでも我慢して
うんすらうんすら二日がかりで豆の木のはしごをジャックは降りました。やっとこさ家までたどり着くと、お母さんはジャックがいなくなったのですっかりがっかりして、ひどい病人になって戸を閉めて寝ていました。それでも無事なジャックの顔を見ると、まるで死んだ人が生き返ったようになって、それからずんずん良くなって、やがてシャンシャン歩き出しました。その上お金がたくさんできたと聞いて余計元気になりました。こうしてまたしばらくの間、ジャックはうちでおとなしくしていました。するうちだんだん体中ムズムズしてきました。またすぐにでも空の後ろに行きたくなって、毎日豆の木のはしごばかり眺めていました。するとそれが気になって気になって、気が塞いできました。そこでジャックはある日またそっと豆の木のはしごを伝わって登りました。今度も顔から姿からすっかり他の子供になっていきましたから、鬼のおかみさんはまた騙されて中に入れました。そして大男が帰ると慌てておかまの中に隠してくれました。鬼の大男は部屋の中中嗅ぎ回って、ふんふん、人臭いぞと言いました。そして今度は何でも探し出してやると言って、部屋の中のものを一つ一つ見て回りました。そして最後にジャックの隠れているお釜の蓋に手をかけました。ジャックは、ああ今度こそダメだと思って震えていますと、それこそ魔女が守っていてくれるのでしょうか。大男はふと気が変わって炉端に座り込んで、まあいいや、腹が空いた、晩飯にしようよと言いました。さて晩飯が済むと、大男はおかみさんに、鶏は取られる、金の袋銀の袋は盗まれる、仕方がない、今夜はハープでも鳴らすかなと言いました。ジャックがそっとお釜の蓋を開けて覗いてみますと、宝石で飾った見事なハープの盾ごとが目に入りました。鬼の大男はハープをテーブルの上に乗せて、鳴り出せと言いました。するとハープは一人でに鳴り出しました。しかもその音の美しいことといったら、どんな楽器だってとてもこれだけの音には響かないほどでしたから、ジャックは金の卵の鶏よりも、金と銀とのいっぱい詰まった袋よりも、もっともっとこのハープが欲しくなりました。するうちハープの音楽を楽しい子守歌にして、さすがの鬼がいい心持ちに眠ってしまいました。ジャックは閉めたと思ってそっとお釜の中から抜け出すと、素早くハープを抱えて逃げ出しました。ところがあいにくこのハープには魔法が仕掛けてあって、途端に大きな声で、起きろよ旦那さん、起きろよ旦那さんと怒鳴りました。これで大男も目を覚ましました。ムーンと立ち上がってみると、ちっぽけな小僧が大きなハープをやっこらさと抱えて逃げていくのが見えました。待て小僧、貴様鶏を盗んで金の袋銀の袋を盗んで、今度はハープまで盗むのかと大男はわめきながら後を追っかけました。捕まるなら捕まえてみろ。ジャックは負けずに怒鳴りながら、それでも一生懸命かけました。大男もお酒に酔った足を踏みしめ踏みしめ、
よたよた走りました。その間、ハープは絶えずカランカラン鳴り続けました。やっとこさと豆の木のはしごのところまで来ると、ジャックはハープに向かって、もうやめろ!と言いますと、それなりハープは黙りました。ジャックはハープを抱えて、豆の木のはしごを降り始めました。はるか目の下に、お母さんが小屋の前に立って、泣き晴らした目で空を見つめていました。そうこうするうち、大男が追っついてきて、もう片足、はしごにかけました。お母さん、泣かないで!と、ジャックは上から精一杯呼びました。それよか、斧を持ってきておくれ!早く、早く!もう一分も待たれません。大男は、みっしり、みっしり、はしごを伝わってきます。ジャックは気が気ではありません。身の軽いのを幸いに、ハープを抱えたなり、はしごの途中、ツバメのような早業で、くるりとひっくり返って、高い上から飛び降りました。そこへお母さんが、斧を持って駆けつけたので、ジャックは斧を振るって、いきなり、はしごの根元から、ぷっつり切り離しました。その時、まだ、はしごの中ほどを折りかけていた大男が、切れた豆のつるをつかんだまま、大きな体の重みで、ずしんと、それこそ地べたが、めり込むような音を立てて、落ちてきました。そして、目を回して動かなくなってしまいました。ちょうどその時、いつぞや、初めてジャックに会って、道を教えてくれた魔女が、今度はまるで違って、目の覚めるように美しい女の人の姿になって、またそこへ出てきました。きらびやかに品のいい貴婦人のような身なりをして、白い杖を手に持っていました。杖の頭には、純金の孔雀を止まらせていました。そして不思議な豆が、ジャックの手に入るようになったのも、ジャックを試すために自分が計らってしたことだと言って、あの時、豆のはしごを見て、すぐとそのまま、どこまでも登っていこうという気を起こしたのが、そもそもジャックの運の開ける始めだったのです。あれをただぼんやり、不思議だなぁと思って眺めたり、過ぎてしまえば、取り替えっこした目牛は、手元に戻ることがあるにしても、あなたたちは、相変わらず貧乏で暮らさなければならなかった。だから、豆の木のはしごを登ったのが、幸運だったのだよ。と、こう魔女は言い聞かせて、ジャックにも、ジャックのお母さんにも、別れを告げて、去っていきました。おしまい。